2月1日から日南市南郷町で春季キャンプを張る埼玉西武ライオンズ。早出組は朝9時前から練習です。秋山翔吾外野手は黙々と打撃練習。港保育園の園児からの温かい声援で練習に熱が入ります。打率3割は打ちたいと目標を掲げているおかわりくんこと中村武也内野手。新選手会長の住谷銀次郎捕手は声を出してチームを盛り上げていました。そして投内連携、プロ2年目の高橋光成投手が誕生日ということで選手やファンから祝福。ブルペンでは背番号が新しくなったバスケス投手や新外国人選手のバンヘッケン投手らがフォームを意識しながらピッチング。岸隆行投手は開幕投手を目標に力強い投球を見せていました。訪れたファンは、秋山選手頑張れ、今暖かくてみんな動けてるなと思いました。秋山選手、2年連続やってほしいし、栗山選手も今年は頑張ってほしいなと思います。楽しいです。高橋光成くんです。今日誕生日だったので彼のなんかみんなから祝われてて嬉しそうでした。今年の西武は8年ぶりのリーグ制覇に期待がかかります。練習後、高橋投手に報道陣からバースデーケーキが用意されました。19歳になった心境を聞くと、まあ、去年よりは大人なピッチングになります。そして節分ということもあり、日本一を祈願して今年も豆まきをしました。ソフトバンクさんがだと思うんですけど、やっぱりそこを倒さなきゃやっぱり優勝はできないと思うので、しっかり今日すごくいいイメージができたので、本当にそのイメージ通りで今シーズンは勝てればなと思います。昨シーズンは4位でクライマックスシリーズ進出を逃した西武。今季のチームスローガンはビースト、強く、たけだけしく。獰猛な野獣のように強く勝ち進んでくれるか期待が高まります。埼玉西武ライオンズの春季キャンプは2月19日まで南郷スタジアムで行われています。